光る宮迫焼肉事件。はい、どうも皆さんこんにちは、カッシーチャンネルでございます。最近ですね、僕の YouTube のコメント欄で、光と宮迫が焼肉屋経営失敗して話題になってるのを解説しろインキャというね、ありがたいコメントをたくさんいただいてますんで、今回は光さんと宮迫さんの焼肉屋牛宮城経営失敗事件についてざっくりでありますが解説紹介していこうかなと思います。では行こう。2021年の2月、宮迫さんの YouTube チャンネルにて光くんに1億円貸してと嘘の相談をした結果とんでもない事態にというね動画がアップロードされます。動画の内容はタイトル通り、宮迫さんが光さんに対して飲食店を経営したいから1億円を貸してほしいと話を持ちかけるといったドッキリ企画でした。宮迫さんの1億円貸してに対して光さんはあっさり全然いいっすよと答えます。いや、金銭感覚バグりすぎてすごいっすね。これどういうお笑い？結局ね、宮迫さんはドッキリだとネタバラシするんですが、ヒカルさんがこれ本当にやりませんか？とね、まさかの提案をして、なんとドッキリ企画のはずが本当に焼肉屋を経営するといった衝撃的な展開になりました。そして宮迫さんとヒカルさんは着実に焼肉屋経営の準備を進めていき、2021年の9月、ヒカルさんのチャンネルで完成した焼肉屋牛宮城の最終チェックをするといった動画がアップロードされます。牛宮城の内装はめちゃめちゃおしゃれで、2人ともね、動画の序盤はテンション高かったんですが、肝心の出てくる料理が結構ひどくて、固まって取れない肉や金箔と銀箔で包んだ肉、水に浮いた肉などね、なかなかカオスな料理が出てきます。あれですかね、あの東海オンエアの芝優さんが作ったんですかね。そしてヒカルさんは自分の店だろうと包み隠さずストレートにめっちゃまずい、粗悪店とね、料理を批判して、宮迫さんは徐々に徐々に無言になっていくというね、もう地獄みたいな空間になっていきます。そしてこの動画はネットでめちゃめちゃ話題になり、どん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 拡散されていきます。個人的にはナイナイの岡村さんとか霜降り明星さんとか千鳥大悟さんがね、このネタいじってたのがくっそ面白かったです。特上のやつって水に浮かべて来たりするの、牛宮城やないなんとか美味しい焼肉屋さん頑張って作ってください。なんか焼肉屋が失敗しそうらしいですそしてこの動画以降、ヒカルさんと宮迫さんのコラボの回数が減ったり、ヒカルさんのツイッターのプロフィール欄が宮迫尊敬してますから歓喜を愛してますにね、変更されたため、その件がね、ネットニュースで取り扱われて、ヒカル宮迫不仲説というね、憶測が飛び交うことになりました。一時期ね、ヤフーニュースとかでヒカルさんと宮迫さんの顔見ない日はないんじゃないかっていうぐらい取り上げられてましたよね。しかし二人ともね、全然不仲というわけではなく、ヒカルさんの動画で宮迫さんとコラボできなかったのはスケジュールが合わなかったためで、ツイッターの概要欄はキングダム本誌でヒカルさんの推しキャラクターの歓喜が大活躍中なため変えたらしいんですが、どっちともね、あの奇跡的にタイミングが悪かったため不仲説っていうのが囁かれたそうです。僕もね、キングダムは歓喜推しなんで、ヒカルさんの気持ちめちゃめちゃわかりますね。皆さんもこんな動画見てないでキングダム今すぐ読みに行ってください。そしてね、二人は互いの動画で今回の経営失敗のまあ細かな話や絶縁はしていないことなどを説明して、ヒカルさんは撤退、宮迫さんは事業継続という形で今回の騒動は幕を下ろすことになりました。さて、いかがだったでしょうか。今回はヒカルさんと宮迫さんの焼肉屋騒動をざっくりと数分程度にまとめてみました。宮迫さんら本人はね、あのかなり大変だったと思いますが、僕たち視聴者側から見てる分にはなんか水に浮かべた肉とか切れるヒカルさんとかそれをいじる芸人仲間とか全部ひっくるめて長編コントみたいで、このわちゃわちゃ感が最高に面白かったですね。この動画を見てね、興味を持ってくださった方はぜひとも概要欄に本編のリンク貼っておきますので、ぜひ一度ね、視聴してみてはいかがでしょうか。最後までご清聴ありがとうございました。この動画が少しでも面白いよと思ってくださった方はぜひともね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。カッシーチャンネルでした。じゃあまたね。